次はこちらです。中郷福島店の閉店に伴い、今日従業員の雇用に関する会議が開かれました。中郷に入るテナントのうち、現状で半数近くが市内から撤退する意向を示していることが分かりました。今日ハローワーク福島では、中郷や中郷に入るテナントなどの従業員の雇用に関する対策会議が開かれました。会議の中で福島市は、中郷に入っているテナントに対して行った今後の営業についてのアンケートの中間報告を行いました。それによりますと、全101店舗のうち今月8日までに回答のあった46店舗の半数近くが閉店し、市内から撤退する意向を示していることが分かりました。大変残念に思っております。また一方で、15社20店舗ほどのですね、営業を継続されたいといったご意向も伺いましたので、市内のですね、空き店舗などで営業を継続していただけるよう、市としても最大限の支援をしていきたいと思っております。福島市は、市内で事業の継続を希望している業者に対し、不動産会社と連携して空き店舗を紹介し、家賃や改修費用を支援する方針です。駅前のにぎわいを維持する上では、そうですね、ちょっと辛い現実ですよね。そうですね。ハローワーク福島は、明日から特別相談窓口というのを設けまして、再就職や雇用保険の相談などに応じるということです。